続いてはニュースプラスアルファです。今週は西村記者に伝えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。松本山が先週優勝しましたね。はい、松本山が FC、 先週開かれましたサッカーの全国社会人選手権大会で初優勝を果たし、 JFL 昇格のかかる全国地域リーグ決勝大会への出場権を獲得しました。波に乗っている松本山ですが、優勝までの道のりは厳しいものでした。この大会を振り返ってみたいと思います。全国社会人選手権大会は千葉県市原市で16日から開かれ、全国の32チームが参加しました。松本山雅は大会の上位2チームに与えられる JFL 昇格がかかる全国地域リーグ決勝大会への出場権を取ることが最大の目標です。1回戦、開催地枠で出場した千葉県リーグの小山田 FC と対戦しました。吉澤監督は大会前に行われた天皇杯で J リーグの浦和レッズに破った時のメンバーとは大きくスタメンを入れ替えて臨みました。選手の疲れや決勝戦までを考慮しての選手起用です。この日中でも活躍したのは栗山選手。前半に先取点を奪うと、後半も得点とアシストを決めて2得点2アシスト、全得点に絡む活躍で松本山が4対0で勝利しました。この大会については、その過程も非常に大事なんですけど、やっぱり次に、勝ち進むということが一番、最重要な大会だと思っているので、満足はしてないですけど、内容については。ただ、勝ちの権利を得たものについては良かったのではないかなと、今は思います。はい、2回戦は東海地区代表の岐阜県リーグ FC 岐阜セカンドとの対戦です。この試合1回戦から先発を6人入れ替えています。前半、鉄戸選手のセンタリングにフォワードの小林選手が合わせてゴールを奪います。しかし後半開始早々に失点を許し、勝負は延長戦に持ち込まれます。そして延長前半のコーナーキックから勝ち越しゴールを決めたのはフォワードの木村選手。あんまりボールのこと見てないです。ヘディングが苦手なんで、とりあえず突っ込んだら当たりました。やっぱりこういう大会でトーナメントってなると、向こうもやっぱり負けたら終わりっていう気持ちでやってくるし、何が起こるか分かんないし、だから別に、苦戦っていうわけでもないと思います。これがこういう試合になるのがこの大会だったら当然じゃないかなっていう。次の試合、木村選手の話の通り、日立栃木ウーバースポーツクラブとの対戦でしたが、勝負は延長戦に入っても1対1のまま PK 戦に持ち込まれました。先行松本山雅のキッカー4人が成功して、迎えた日立栃木4人目のキッカー。PK は僕が目立っていい場所なんで、止めてやろうと思ってましたけど、気持ちで止めました。最後に5人目のキッカー阿部選手が決めて勝利をもぎ取りました。吉澤監督は苦しみながらも結果を出していることに、昨年よりも成長している手応えがあると試合後話していました。準決勝は同じ長野県のライバルチーム AC 長野パルセイロとの対戦です。千葉県で行われた信州ダービーには両チーム大勢のサポーターが駆けつけました。試合は前半1分に主将のフォワード柿本が相手ボールを奪ってゴールを決めます。さらに続いてフォワードの小林がこぼれてきたボールを押し込み2点目を奪い、試合を優位に進めます。後半に1点を返されますが、
ミッドフィルダー木村がドリブルからゴール左隅にシュートを決めて3対1、勝負がつきました。この勝利で松本山雅は JFL 昇格のかかる全国地域リーグ決勝大会への出場権を獲得しました。試合後には珍しく吉澤監督が笑顔を見せて勝利を喜びました。今日は今1時間だけ喜んで、あとは明日のために切り替えてやりたいと思います。ただ良かったです、はい、危なかったです。決勝戦では北信越リーグの津営源金沢と対戦し2対1で勝利、大会初優勝を飾りました。日に日にみんな結束力が固くなってきているのは感じてたんで、まあ、本当に取るべくして取った優勝ではないかなと思います、はい、この勢いのまま、次の天皇杯そして地域決勝と負けないまま進んでいきたいなと思います、はい、全国地域リーグ決勝大会は全国9つの地域リーグの代表など16チームが参加し、全国の4会場で4組に分かれ総当たりのリーグ戦を行います。各組1位の4チームがアルウィンで開かれる決勝ラウンドに進みます。ここで1位と2位のチームが JFL に昇格し、3位のチームが JFL 下位チームとの入れ替え戦に参ります。松本山雅は C グループに入り、11月21日から鳥取市で浜松大学、沖縄かりゆし FC、レノハ山口との対戦に臨みます。この優勝の裏にはこのサポーターの応援というのも非常にあったんでしょうね。そうですね、松本山雅のサポーターは大会、参加チームの中でも最も多いサポーターが駆けつけていました。はい、ぜひ頑張ってほしいですよね、はい、以上ニュースプラスアルファお伝えしました。続いては